こんにちは。即歌塾の久保です。なぜか間を置きました。ね。間を置いてもちゃんと見てくださっている方のために、今回もこの億万長者合宿シリーズ146話ですか。これいきたいと思いますけどもね。まあ、フォーティムビジネスってありますよね。ビジネスをフォーチュンするってのはどうなんですかね。まあ、私たちは明確な意思を持って未来を選択しているはずなんですが、なんとなく雰囲気に飲まれてとかね、空気を泳んでとか。 誰かかの意見に合わせせててみたいななことになってませんか多分そういうことではうまくいってもうまくいかなくてもまあ遺が残ると思うんですようまくいったらいったでね何かその流れとか人のアドバイスによってうまくいったんで自分の実力ではないと結果だけは求めたけどもプロセスがいまいちだったかなっていうような遺恨が残ると思いますしうまくいかなかったらあ自分の思った通りにやればよかったなっていうふうな後悔が残りますからね。で、まあ、ですんで うまくいくもいないも行かないもんね。自分の選択によって全部を被る。これが後悔ない、まあ選び方なんじゃないかなと私は思うんですけどもね。うんそれが押し付けられたものとか、仕方がなく選んだものとか、何かそういったことがある以上、その人生においてもうすでにね、自分の人生ではなくなってると思うんですよ。私はね、やっぱりね、自分の思い通りに、 生きていきたいと思いますし、そうじゃない人生は自分のものじゃないと思うんでね、あのまあクソくらいといいますかね、やってらんないかなと思います。うん、ただやっぱり幼い頃は自分の理想通りにいかないことも多かったと思います。力がないんで、お金もないし、知識もないし、まあ人脈もないですよね。ないわけですよ。ない時はもうこれはね、しょうがない。親にお金をもらって、親の人脈を頼って、親の知恵を借りてやっていく。 でもやっぱり10代の半ばから後半になると自分の選んだ選択によってですねけがもしたいし何かこう繁栄も味わいたいしっていう風になるんですよ全てが自分のストーリーですからねまさかね彼女を選ぶ時にお父さんお母さんに相談しないと思うんですようんまあする方もいると思いますけどね、まあ、私は 自分で何を選んでそれが外れだろうがなかろうがこういうキーワードがあるんですよそれはですねもう後悔を覚悟してるんですよ最初からもう後悔はするもんだとしてもしょうがないとそういうふうに思うことによって後悔をまあ逆にしなくなるっていうかねあの後悔することを恐れて緻密に緻密にやってそれでうまくいけば緻密にやるんですよでもそうはいかないです やっぱりね、想定外のことってのは必ず起きるんですよ。どんなに正確にやっても誤差の範囲で起きるわけですよ。ということは、思った通りにならなかったけども、今の力ならこれで十分だなと思えるような日々を送っていけばいいんじゃないかなと思うんですよね。で、人生には失敗も後悔もつきもんだと。もう、それはね、正々堂々と受け止める覚悟ですよね。まあ、どんなことをやっても、プロモーションやっても、セミナーをやっても、 すすするるんんででよよやっったてね負け最善を尽くしても100点満点でも駄目と言われることがあるんですよでもその後悔を積み重ねていくからこそ先の人生が輝いていくんじゃないかなと思いますしその後悔ですら糧になると思うんですよねでそれを後悔を覚悟せずにブレてしまうとうまくいこうがいく前が結局は熟知たるものが残るんじゃないかなと私は思うんですよね だから後悔はどんどこいですよ。後悔にもレベルがあって、まあ、知名度みたいな後悔はね、やっぱないですね、もうね。あ、しまったなぁ。100%じゃなかったかなぐらいの本なんですよ。いうことは何をやるときでも2割ぐらい当たればいいや、みたいな感覚でやればいいかなと。躊躇してる時間が無駄なんで。やって、試して、後悔して。やって、試して、後悔して。繰り返し繰り返し繰り返し,り返しやっていって、熟考して考えすぎれば、 1>, 1年2年経ってたものも1日2日で失敗だろうが精いだろうが,ろうがあのハイペースでこなしていった方が手数を打った方が私は正確に正解にねたどり着けるんではなかろうかと思ってますけどもね皆さんはいかがでしょうか後悔を覚悟せよということで今回お届けしましたいってらっしゃい